本マスターだよ。何使ってた？あいつキモいから DJ だよ。DJ 使ってる人はキモいってこと？言っちゃった。でもそれで言ったら剣の方がキモいですけどね。剣使ってても自分がキモいって感じじゃキモいんだよね、そのキャラは。ソシックスだけなぜか成長遅いよな。いや、お前の。ふざけんな、お前。お前やつだけど。いや。8時カスタムか、これ。あ、でもそういえばシャガさん、シュートさんがやりたいって言ってたっすよ、ロール。え？そういや。え、やってるの？なんか呼んでほしいって言ってた。うん。そうか、ロール勢、なんかうまそうだから嫌なんだよな。聞いてみますか。え、シュートさんってロールやってたの？シュートさんはどうだろう？家事とかはやってたけど。はいはいはい。なんか結構うまそうな。いや、でもそんなめっちゃダイヤとかではないだろうけど。か、ズノコさんがね、ゴールドいくつとか言ってた。うわ、俺より格ゲー上手い人で、俺よりロール下手な人とやりてぇ。うわー、わかるー。いや、でも、いや、カズさん、ちょうど多分シュートさん、そのラインっすね。ちょうど、ぴったり。俺、それで言ったら、格ゲーマーとバロランとやりてんだよ。うわー。格ゲーマーバロランと俺見せたけど、ガチおもろい、あれ。マジで終わった。格ゲーマーで一番バロ上手いのは誰だろう？立川？ドグラさん？あ、立川さんか、ドグラさんが、孫さんも結構上手くなかったっけ？ドグラさん上手かったな、確かに。全員決まって死体打つんだよな。マジで全員死体打つんだよ。梅原さん、敵と死体の味方は分からずに味方の死体打つから。逆に格ゲー勢でロールめっちゃ上手い人誰だろう？ああ、笹本さん。ああ、笹本さんのチャレンジャー？そうっす。エペもプレデター。バローもレディアント。ロールチャレンジャー。SFL 出てて、タワマンに住んでて、女3人です。もう、本当はそれ適当なこと言いすぎだろ。だって、金持ちでタワマンに住んでて、女が3人いる？そう、女3人。すごいな。下手したら、ポンさんとタメを張る。いやでもマジですごいっすよ本当に。でもポンさん格ゲーも見んだよな確か。ポンマスターだよ。この前ボコボコにされたわ。何使ってた？あいつキモいから DJ だよ。なんでだよ。そんなキモくねえな。え DJ 使ってる人はキモいってこと？やばいですよちょっと。あうわ。あ言っちゃった。でもそれで言ったら剣の方がキモいですけどね。つがさ剣使ってたらどのキャラキモいっていう資格ねえよ。いや、あるから、剣使ってても、自分がキモいって感じじゃキモいんだよね、そのキャラは。マリーザの中パンキモいし、ホンダの百貫もキモいし、ルークのシャガチューもキモいよ。だけど、最強キャラ使っといてよ。いや、最強は JP な。いや、並んでるよ。正直並んでるよ、そこ二人は。まあまあまあ、政治する前にマスター行ってください。黙れ、お前。強すぎだろ、それ言うの。お前さ、俺さ、ロールでさ、お前にレートマントしたことねえよな。してくんじゃねえよ、レートマント。いや、なんかさ、すごい政治してるからさ、最近頑張って。ウルカさん、今始めよう。え、今そんなおもろいの？なんかみんなめっちゃ待ってるよね。あね、なんか本当に面白いんだよね。なんか悔しい毎日。謝ってる。俺あれだもん。ストリートファイターやりだしてから謝る回数やばい。生きてて俺もねめっちゃ謝ってるね。なんで？大会出ない人が謝る。自分が悪いんだよね。そう。俺もだから道で肩ぶつかっても謝るようになったよ。今謝りなかった。謝こいつって顔で見せたけど。それは前から謝れ。いやじゃあ俺スマホ見てるの向こうがスマホ見ててね。ああ。そうそうそう。うんシュートさん返事。やっぱでもキモいキャラ使ってほしいなウルカさんには。似ちゃれるキャラ。ダルシムが JP。そうなんかあるの。ダルシム。キモいキモくないがあるのキャラごとに。ある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 。まあ、全員キモい部分は持ってんだけど。うん。わかりやすいかどうかだね。キモいかさが。あのキモいだけで勝てるかどうか。いやいやでもそれはちょっと違うな。みんなキモいだけで勝てるもんな別に。だいたいどのキャラでも別に戦えるの？だいたいね。まあその俺たちが言ってるレベルだったら、まあおぼめはちょっと高いけど。え相性とかはない？相性ある。ダルシムはちょっと、ね、相性あるんだ。ダ
ルシムはちょっと俺もユケイさんダルシム使うの止めたんだけどな、1時間ぐらい。ユケイさんダルシム、俺ダルシムですよ。うわダルシムだし、俺ダルシム、シャコ、シャコダルシム、ヒロすぎる、終わり終わりなんすか。いや俺じゃあ JP ダルシムだったら今だったらバロやってるんすか。バロやってますよ。夜ですか。いやさすがにバカにしすぎ、さすがにバカにしすぎ、夜より夜よりやばい今のところの方が。まあ実際そうか、まあ確かに。シャコダルシムはちょっとやだな。やだってね。いや俺だってシャ、何、ユケさん何使うんですかって、シャコって言われた時ロールのディオ誘うのやめたもん。そうだよね。あやってんすねっつってこう動かしそれ一緒くれなかった。もうロイジョン突っ込まなかった。ギターの話した、そうだったそうだったすいません、あの乾慎一郎さんが対戦待ち中なんですけど。あもう多いって言ってました。早すぎ。忘れたな。ソロアラームやろうとしてんのこれ。うん。色と距離でアラームして。ああ今日はじゃあアラームして終わるかな。やばいねソロアラーム。捕まった。いや別にいいじゃんソロアラーム行っても。ああふざけんな、アラームおもろいだろ。俺ソロアラーム8時間できるぞ。やばい。8時間。8時間。やりますね。それはもうなんか違うんだよな。ベースカスタムもできるか。俺の嫁アラームだけでランク100超えてたぞ。やば。やば。天図のおばあちゃんもアラームで千レベ超えてた。だから多分俺の嫁も多分このままのルートで行ったら天図のおばあちゃんルート。多分そのぐらいの年になる頃には千レベいってる。え、ちょっとストファイン？ん？スト6？中キャラスト6か。意味わかんないし負けになっちゃった。中キャラ教えて。ほんだ。中キャラ、違う違う。どの、え、ちゃんと強いキャラってこと？やり込んで。ほんだってこのあの、相撲熱？ほんだはマジ冗談だからやめとこう。やめとこう。なんで？ウルカを俺はほんだに染めることはできない。まあ、合ってなさすぎるな。お坊さんがやってておもろそうだなと思ったよ。ああまあ、性格は合ってるかも。もうそれは、俺がやってるからおもろそうなのかもしれない。でも、ホンダを見ておもろそうって思って。ってことは、ホンダ JP じゃない？ JP じゃない？ JP って何？これか。JP も現状最強キャラ。今最もヘイトが高い。ヘイトが高い。どんなに面白い試合をしても JP なだけでつまんないって言われる。ただ、ウルカは合ってるだろうね、JP は。合ってそうだね。相当合ってると思う。めちゃめちゃ嫌だな。JP ユーザーを増やすな。これ左っすか？なんかチャットがエラーで。スシックスやろうぜ。うん。ああ、いいよ。石川さん、だいぶ上手くなったっしょ。俺もやりたいね、どのと。え、でもね、俺、キンバリー、まだ相手が全然いないから。あ、キンバリー、まあ、一応メモ帳にも書いてきます。できないよね。はい。はい、あざーす。俺もイニードも倒そうかな。それは無理だ。それだけは無理だ。やっかおめえ。飛び越えてくな。セロさんストシックスだけなぜか成長遅いよな。いやお前ふざけんなお前。お前刺さった。お前後で戦えよ。俺とはうわ急に俺と戦えよ。なんか俺と戦えよ。ストシックスねマジクソ煽れる。だ俺ね沸点低いのかなと思ったけど違う。俺ね過剰に煽ってくるやつが多すぎて殴られてるから殴り返してるだけだ。これね俺が切りやすいんじゃない。おかしい外部からの。そう、それはそうの可能性はあるか。